興味深い対戦になりました。この試合は EA スポーツがお届けします。Attention, en raison d'une fuite de canalisation d'eau, plusieurs agents sont en train d'intervenir aux abords du stade.スタジアムはすでに大歓声に包まれています。スタッドベロドロームへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇さんもお迎えしています。リーグワンのこの一戦、オリンピックマルセイユがサンテティエンヌを相手にします。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがマルセイユの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。こちらがサンテティエンヌの先発メンバーです。どうやら攻撃的な 4-5-1 ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになります。マルセイユのキックオフ、さあ試合開始です。抜いた、1対1をしのいだ。リュフィエのファインセーブ、中を狙うか。ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。アンデルセン、リャドブデルズ、見事な視野です。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。前半9分、試合が動き出しました。さて、どうやら他会場の試合で PK があったようです。はい、アウェイチームが PK を獲得しました。しかしシュートは決まらず、絶好のチャンスでしたがキーパーにコースを読まれていました。スコアは変わらず0対0のまま、時間は10分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の試合経過をお伝えしました。ボールを奪った、プレスが効いています。リアド・ブデブズ、ディフェンスが冷静に処理します。カウンターのチャンスです。さあどうする、これは決まりません。キーパーが触りました。いやー、少し力が入りませんでしたね。
さてクルパマスタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがオリンピックリヨンに生まれています。現在スコアは1対0、時間は20分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。アントニオ・サナブリア、ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。ドリブルで果敢に攻め込みます。ゴールが決まったかと思いましたが、ユフィエがセーブしています。大きな仕事をしましたね。クリアしてピンチをしのぎます。ホイッスル、サンテティエンヌボールです。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。アンデルセン、このパスはカットされます。アンデルセン、自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。クロスを狙ってきますか。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。決まった、ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。これは明らかにキーパーがボールの処理を誤ったことで招いた失点でしょう。危険な位置にボールをこぼしてしまいました。こういうミスは繰り返さないようにしたいですね。リャド・ブデブズ、アントニオ・サナブリア。さてここでスタジオから情報が入ってきました。グルパマスタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がオリンピックリヨンに生まれました。現在スコアは2対0、時間は37分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。ここはスローインのミス、ボールを失いました。いい位置でカットした。どうだ、このシュートを弾いた。これはコーナーキックです。このコーナーは誰に蹴るか、チャンスにはなりませんでした。リャド・ブデブズ、アントニオ・サナブリア。ここは抜いてきた。前半が終了しました。サンテティエンヌのキックオフで後半開始です。アントニオ・サナブリア、リャド・ブデブズ、スペースがある。キーパーと1対1でしたが、大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。ポゼッション率を比べるとマルセイユは相手にかなり劣っています。まあスコアはリードしてますから、それほど気にする必要はないでしょう。ボールを持っていない時間を。入ってきたぞ、ボールがこぼれました。クリアできるか。このカットは大きい、しっかりと奪いました。寄せられています。ドリブルで崩します。飛びついた、スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。選手がピッチに入ります。クリア、ゴールを割らせません。いい集中を見せています。ゴールラインギリギリのところでクリア。ここはディフェンスが見事でした。
まだボールは生きています。ボールをしっかりと守ります。気は抜けない展開です。さてグルパマスタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、2点目のゴールがボルドーに生まれました。現在スコアは2対2、時間は60分を過ぎたところです。わかりました。3点目、もうどうしたって止まりません。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。ミヒーバチャイ、相手に渡ります。マルセイユが勢いに乗ってきた。深くえぐってからのクロス、ゴールです。ゴール、ゴール。映像が来ましたね。攻め込んでからのマイナスのパスが効果的でした。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。さあどうだ。マルセイユがフリーキックを獲得しました。ゴールまで距離がありますが狙っていくんでしょうか。このボールはキーパーへ。ボール、これは絶好のチャンス。ゴール、決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。さてここでスタジオから情報が入ってきました。グルパマスタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、追加点がオリンピックリヨンに生まれています。現在スコアは4対2、時間は76。これはあるぞ。リュフィエのファインセーブ、1対1を止めました。ボールを入れました。相手が触りボールは外へ。コーナーキックです。中に入れた。ヘディングでクリア。スローインです。さあオリンピックマルセイユ得点のチャンスです。自陣内で相手のマークに合っています。これはカウンターのチャンスです。カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。うまいパス、入った。前線からプレッシャーをかけよくボールを奪い返しましたね。チームとしてボールに迫り相手のミスをチャンスにつなげた素晴らしいプレーです。実力拮抗のカードと思われていましたがチャンスです。ゴールだ。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。素晴らしい読みでインターセプトしました。ボールを失った。
試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。終わってみればチーム